が映るからやめてください。他のものが何の権限があって他のものが映る何の権限があって止めたんかって言ってんの。他のものが映るから道交法何条が違反したのかって言ってんの。お姉さん、後続車両が来るからちょっと左寄ってください。ちょっとなんで止めたんかって言ってんのやで。検問です。いや検問しますんで。アホ。だからな。車来るんで。だから何の権限があって止めたんかって言ってんのよ。から車来ますんで。道交法の何条に違反したって言ったか聞いてんの。道交法からそれはやめてくださいって。いやいやいや、それ権利あるやろ。やめてください。いや他のものが来るから。権利あるやろそんなもん。何の権利があるんですか。当たり前じゃねえか。お名前が見えないからお名前を見える。いやなんで免許を出す必要があんのよ。だから携帯とか免許とかわからない。携帯じゃないやろかこれ。うん、だからじゃあそんなのは明らかに犯罪。犯していることを認めていない限りは出す必要ないんじゃろ。なんで知らねえのそんな法律を。道交法勉強せって言ってんのよ。だから出して道交法勉強せやちゃんと。携帯とか問題とかね。なあ。お姉さんこそあのちょっとね、おい知られてないようなこと言っておられますけど。お前知らんの、うん、いや知ってますよ。だから名前なんていう名前、名前はそれやめて。いや本当の警察官かどうか分からへんやろ。やめてください。本当の警察官か、ちょっと出してみや。じゃあ名乗れや、名前を。本当の警察官か、お前。お前、本当の警察官か、おい。やめてください。お前、本当の警察官か、おい。お前、名前言えっちゃ、はい。ね、なんか、録画やめてください。おい、名前言え、名前。他のものが映るからやめてください。名前を言え、名前を。やめてください。名前を。他のものが映るからやめてください。俺、法律に違反してんのか、今。ね、法律、あの、他のものが映る。法律に違反してんのか、今。条件に抵触する可能性がありますんで。いや、あなたはね、あなたは法律に違反してんのよ、これ、マジで今。ね、やめてください。これ、ちゃんと俺出すからな、ちゃんと。出されるのは出されるで。当たり前じゃねえか。だけど、他のものが映る。だから、名前を言えって、名前を。ね。それは録画やめ、名前は録画をやめたら、名前は録画を、名前は言います。録画をやめたら言います。名前は録画をやめたら言います。ほんだな、言えや早く。録画をやめたら言います。録画をやめてくださいね。録画をやめてくださいね。名前言え、名前、ね、だけど、はい、あなたのお名前は、はい、はい、うせえや。こういう被害が俺に被るか分かってんの。はい、止めたわけではありません。警察、じゃあ止めるなよ。警察法2条に基づく検問です。これは検問はちゃんと明らかに警察の目から見て違反をしていると。いえ、そうじゃありません。書いてある。道交法の記事が書いてあるやろうが。いえ、警察法2条に基づく検問ですから、ね、ちゃんと勉強せんだ、お前。いや、あなたに言いたい。警察法2条、おじゃあ何条に抵触してると判断したわけ。いや、そうじゃない。警察法2条に基づく検問だから。ちゃんと書いてあるよ。ネットにも全部さらしてるやん。道路交通法じゃない。警察法2条に基づく検問。これは道路交通法やろ。警察法に何の違反をしたか。警察法の何、警察法2条だから、あなたが違反をしたから止めたわけではありません。どういう意味があって、どういう権限があって止めたかって。だから警察法2条、権限はの何ていう条文で言ってみて。何ていう条文、警察法2条に基づく、それは確認してください。何ていう条文、あ、分からんの、ね、頭ある、分からんの、交通の取り締まり等にね、それすらも分からんの。するためにやってる。だから、じゃあ教えてや、その条文教えてや。何ていう条文、一言一句ね、今ここでね、言えるわけではありません。あ、覚えてないからな、そら。一言一句ね。覚えてないからな。条文全部、六法全部頭に入ってる。あ、うわ、知らんの、そんなことも知らんの、取締りやってんの。取締りじゃない。マジかよ。警察を2条取締り。おい、はよせえや。はよせって。はい。わかりました。今、免許の確認が取れましたんで、うん、よろしいですよ。ええ感じせや、お前。明らかな法律違反やからな、俺訴えるからな、俺。で、今切ったから。